ホール B、ハンドオフで渡して再び大浦、大浦スリーは決めた。ベクトン、ベクトン飛ばしてアブロックショット。ブロックショットは本当に多いチームなので、まあ、この辺インサイドはやっぱり誰かもう一人フォローが欲しいですね、横浜。なるほど、はい、カーター、ロバートカーター、アウトオブバンズ、横浜ボール、長谷川のボールが入ってくる秋田です。ここは吠えましたね。さあ最後のポジション守って終わるか。立ちはだかったのはベクトンでしたが、かいくぐるように決めました。さあ中の古川へエンドワン。この辺りがやっぱり上手ですよね。やっぱり外のシュートをプレッシャーかけられて打てないっていうのももちろんありますし、あのマッチアップしてるのは武田選手なので。さあ安岡からパスが渡って野本、その中山、小川のウィングの位置から放っていったスリーポイント決まっていきました。長谷川のボール、小川がボール受け取って、デイビス、長谷川、このパス乱れるが拾い直して、さらに中山、ここも囲んで何かキープ。中山、中山渡して、ここがダンク、コールビー。さあここはスピードに乗ってエンドワンです。逆に横浜はこういうプレーをやっぱり気をつけた方がいいですよね。一気に流れを持っていかれる可能性がありますので、後半まずは立てつ、安岡ここは割って入って決めました。歪みのようなものが見えてくるということなんですね。さあ古川、古川体を当てつつ、ここもタフショット沈めますね。つくのは野本、切り切ってコーナーオープン、一つフェイク入れてドライブ、あっここは奪われた。ハビエル・カーターからコスヤ、ここはワイドオープン、3決めた。ドリブルじゃなくてコーナーで打ってもよかったかもしれないですよね。そうでしたね、オープンになりかけた秋山でした。そこからドライブというところボールを失って、逆に今度はコーナーから、まあ、そこからのスリーポイント、まあ、さあ3クォーター最後のオフェンスとなるか。細谷一人倒れている、コーナー中山空いていた、決めた。中山拓也、この1本は大きい意味を持ちそうです。第3クォーター割って7、6、第3クォーター28点ビッグクォーター作り上げて大いに追い上げてきましたね。そうですね、アウダが呼ぶ、森に分ける、ボールが乱れてターンオーバー、そのままフィニッシュまで持っていきました。超えた、叫んだ、超える。横浜のタイムアウト後半2つ目です。叫びました、さらにリバウンド決めきれないですね、中山です。うーん、ファウルがテンドアン、迂闊なファウルもできない。さあスリー放ってて射抜く、完全に乗ってますね、完全に乗ってますね、細谷森、スリー放っていくが決めた。ちょっとですね、古川、ここで古川の